これであんたの遺産は私のものね。思ったよりも早くて助かったわ。ま、あとは天国でごゆっくり。既得状態の義母の前でそんなことを言い出す義士。この人には人間の心はないのだろうか。高笑いをしながら義士が病室を後にすると、突然寝たきりの義母が笑顔で起き上がった。え？お母さん？どうして？やっぱりあの子は私の遺産を狙ってたのね。さあ、いろいろとやることが山積みよ。私の名前はみゆき、34歳の専業主婦だ。夫の高弘とは結婚して4年が経つ。私たちは同じ職場で働く同僚だった。一緒にいろんな仕事をこなしていくうちに少しずつ距離が縮んでいき、私たちは付き合うことになった。それから1年半ほど交際を続けて、彼からプロポーズをされて結婚することになったのだ。俺とずっと一緒に人生を歩んでほしい。結婚してください。はい、よろしくお願いします。こうして結婚することになった私たち。だが結婚が決まってから、私は思ってもみなかったことを夫から言われた。結婚したら家庭に入ってほしいんだ。え？それって専業主婦になれってこと？ああ、仕事を辞めて家事に専念してほしい。そんな。私は正直もう少し仕事を続けたかった。でも夫との結婚生活も大事にしたかった。だから私は仕事を辞めて専業主婦になることに。それだけならまだ許せた。だが夫はさらに驚きの発言をした。結婚したら俺の親と同居してほしいんだ。え？同居？それは義実家で義両親と同居することだった。ちょっと待ってよ。新婚生活からあなたのご両親と一緒に送るってこと？私はさすがに夫の発言が信じられなかった。母さんも父さんも結構な高齢だからさ、長男としてサポートしてやりたいんだよ。夫は親孝行として義実家での同居をしたいそうだ。だが私にとっては夫の親であり、とても気を使う相手だ。まだ結婚の挨拶もしていないので、会ったこともない。そんな相手との同居生活を今の段階で決められるはずもない。ちょっと考えさせてよ。え？だって結婚するんだろ。だったらそれは認めてもらわないと。そんな。夫は私が思っていたよりも強引に物事を決める人だった。だがここで負けてしまっては、今後も私も夫に従わなければならなくなる。まだご両親に会ってすらいないのに同居なんて認められないわ。せめてご挨拶をして、私が同居しても大丈夫そうか判断させてもらわないと。私が毅然とした態度でそう言うと、夫はしぶしぶ了承した。そして私たちはお互いの両親へ挨拶に行った。私は彼の両親に会いに行くのにすごく緊張した。結婚前から同居生活を強いるような親だ。ものすごく癖があって接しづらい人たちかもしれない。嫁いびりとかひどい人たちかもしれない。そんな風に不安になりながら、私は彼と一緒に義実家へ。すると義両親はとても優しく素敵な笑顔で出迎えてくれた。わざわざ来ていただいてありがとうね。高い色にこんな綺麗な嫁さんが来るなんて思わなかったよ。終始笑顔で優しくて、私は拍子抜けした。そして私はその時に思い切って聞いてみた。あの、結婚したらすぐに同居したいと高弘さんが言っていたのですが、本当ですか？同居？私が同居というワードを出しても、義両親はキョトンとしていた。一体何の話だ？私はびっくりして高弘のことを見た。すると彼は、いや、勢いでみゆきに同居を提案しちゃったんだよ、と笑って答えた。いやいや、勢いってなんだよ。でも、父さんも母さんも高齢になるし、同居のことは考えた方がいいと思うんだよ。そうやって気遣ってくれるのはありがたいが、新婚なんだから二人で生活した方がいいんじゃないか。そうよ、私たちはまだまだ元気だし、夫婦だけの時間は最初は大事にしないと。義両親は高弘の意見に同意するどころか反対をした。
彼はまさか自分の親に反対されるとは思わなかったのか慌てていた。まあ俺は長男としての責務を果たそうとしただけだから、母さんたちが必要ないって言うんなら無理にとは言わないよ。結局結婚してからすぐに同居生活をすることはなかった。義両親に相談する前から私に同居を強いてきた夫の意図はよく分からずに終わったが、義両親がとても優しい人たちだということが分かってよかった。なんならあの義両親となら同居生活になっても問題なさそうだと思ったほどだ。そしてそのタイミングは結婚してから2年後にやってきた。きっかけは義父が病によって亡くなってしまったことだった。義母が義実家に一人きりで暮らすことになったので、夫は義母に同居を提案した。母さんを一人きりにしておくのは心配なんだよ。でも私はまだまだ元気だし、二人には迷惑はかけられないよ。義母はそうやって断ってきたが、今回ばかりは私は夫側についた。私たちは迷惑だなんて思っていませんよ。お母さんのこと私も心配です。遠慮せずに私たちを頼ってください。そうかい、ありがとう二人とも。義母は嬉しそうにそう言った。感極まって少し泣きそうだった。やはり最愛のパートナーである義父を失って悲しくて心細かったのだろう。義母は同居を承諾した。そして私たちは賃貸の部屋を解約してすぐに義実家へと引っ越した。義実家での同居生活はとても平和だった。日中は義母と二人きりなのだが、すごく優しくしてくれて私にいろんなことを教えてくれた。私と義母はどんどん仲が良くなっていき、二人でカフェに行ったりするほどに。みゆきさんは本当に素直で優しい子だね。高弘さんは子供の頃そうじゃなかったんですか？ああ、高弘のこともそうだけど、カナのことだよ。カナとは義士のことだ。義士はすでに結婚して家庭を持っているのだが、あまりというかほとんど義実家に帰ってこない。私が義士と初めて会ったのは私と夫の結婚式の時で、次に会ったのは義父の葬儀だった。私と夫が義実家に正月やお盆に顔を出しても、義士一家は来ることはなかったから、ほとんど会う機会がなかったのだ。カナは私と主人に対していつも反発をしててね。まあ親としては少し寂しいんだけど、無理やり会いに来いだなんて言えないからね。義母は義士の話をするとき悲しそうな顔をする。義両親はいつも子育てで苦労していたようだ。夫もあんな風に調子のいいことを言うような性格なので、義両親を困らせていたのだろう。だから高弘にみゆきさんのような素晴らしいお嫁さんが来てくれて本当に嬉しかったんだよ。お母さん。私は義母のことが大好きだった。本当の母親のように思っていたし、こんな素敵な義母のことをどうして義士は嫌がるのだろうと思った。だが実の親子の間には他人が入れない境界線というか、血がつながっているからこそお互いが踏み込みすぎてぶつかってしまうということもあるだろう。私にどうこうできる問題ではないし、介入する権利もない。そう考えて私はただ私自身は義母との関係を良好にしようと努めた。そんな中、ちょっとした困った出来事が起きた。義母が自転車を運転中に転んでしまい、腕を骨折してしまったのだ。今までは家事を二人で手分けしてやっていたが、義母の怪我が治るまでは私が全部担当した。それは別に問題ないのだが、力仕事だったりは義母と一緒にやっていたので、私一人だけではできない。それに義母は片腕しか使えないから、いろいろと生活が不便そうだった。私は夫に少し義母のサポートをしてほしいとお願いをした。すると夫は露骨に嫌そうな顔をしたのだ。俺、仕事で疲れてるんだけど。わかってるわよ。でもお母さんは骨折してギプスをつけてるのよ。普段の生活がしづらいのはわかるでしょう。めんどくさいな。私は夫の言動に呆れた。少しくらい自分の親のために自ら動こうとしろよ。もともと夫が同居を提案したのは、会社などで自分が親孝行をしていることをアピールしたいからだ。元同僚と前に会う機会があったのだが、その時は夫は自分が両親を大事にしていて愛妻家だということを自慢しているらしい。
実態は私に家事を任せて義母とのコミュニケーションだって私ばかりだ。自分自身はまるで王様のように何でもしてもらってふんぞり返っている。まあ現在は夫の稼ぎで食べさせてもらっているからその点は文句は言えないが、それでも夫婦なんだし夫自身の母親なんだからもう少し家のことに協力的であってほしい。そんな風に私は夫に対して不満を抱いていた。それから3ヶ月ほど経って義母の腕は完治した。お母さんよかったですね。みゆきさん、いろいろと迷惑をかけてごめんね。いいんですよ、家族なんですから。本当にみゆきさんは優しいね。それに比べて高弘と来たら。みゆきさん、いつでもあの子を切り捨てていいからね。切り捨てるって。みゆきさんには幸せになってほしいんだよ。義母はそうやって優しい言葉をかけてくれた。とりあえず義母の腕の骨折が治ってよかった。そんなことを思っていた頃、ある日義士がいきなり義実家にやってきた。カーナ、どうしたの急に。あなたが来るなんて珍しいじゃない。久しぶりにお母さんの顔を見たくなってね。え？その、骨折したって聞いたからちょっと心配になったのよ。でも、腕も治って元気そうで安心したわ。照れくさそうにそのように言う義士。義母はまさか義士がいきなり来てそのような優しい言葉を言ってくれると思っていなかったのか、目を丸くしていた。ちょっと何か反応してよ。私が親切な言葉を言ったのかバカみたいじゃない。ああ、ごめんね。優しかったのとびっくりしたのが同時に来てね。義母はとても嬉しそうにしていた。お姉さん、羊羹好きですか？よかったらみんなで食べませんか？ええ、いいわよ。義母が喜んでいるのを見て私も嬉しくなり、お茶をする時間を取ろうと思った。義士は最初はぎこちなかったが、だんだんとリラックスしてきたのか、義母と仲良さそうに話していた。全然、孫の顔を見せてあげられなくてごめんね。今度夫と子供を連れて遊びに来るわ。ええ、待ってるわね。それから義士は休みの日に定期的に旦那さんと子供を連れて義実家に来るようになった。初めて旦那さんと話したがとてもいい人で、甥っ子もいい子だった。義母は孫と触れ合えて嬉しそうだ。時間はかかったが、こうして義母と義士の仲が良くなってよかった。そんなことを思っていた。だが夫はなぜか義士が義母と仲良くしているのをあまりよく思っていないようだった。なんか姉さん最近家に来すぎだよな。え？何か問題なの？母さんと一緒に住んでるのは俺たちなんだぜ。たまに来て母さんと仲良くしてずるいよ。私は夫の言っている意味がよくわからなかった。俺が言いたいのは、遺産が姉さんの方が多くもらうことになるんじゃないかって心配してるんだよ。は？わかんないのか？姉さんは絶対に母さんに媚びを売ってるだけなんだよ。これじゃ俺が今まで同居してきた意味がなくなるじゃねえか。何言ってるの？私は夫の言動に耳を疑った。夫は同居することで義母に恩を売って遺産を義士よりも多くもらう算段だったのだ。私は夫にかなり幻滅した。初めから義母のことを大事に思っていたわけではなかったのだ。自分勝手すぎる。自分の息子がそんなことを考えていると知ったら義母は悲しむだろう。そしてそんな中、まさかの出来事が起きた。私はその時実家に用事があって前日から泊まっていた。それで次の日に義実家に帰ろうとしていたのだが、いきなり夫から電話がかかってきた。一体何の用だろうか。今あまり夫と話したくないと思っていたのだが、電話がずっと鳴るので仕方なく出ることに。もしもし？母さんが倒れて病院に運ばれたって連絡が来たんだ。え？私は突然のことで頭が真っ白になった。すぐに私は病院へ。その日はかなりの猛暑だったのだが、義母は熱中症で倒れてしまっていたらしい。しかもこの暑い日に庭の草むしりをしていたそうで、庭で倒れているのを近所の人が発見して救急車を呼んでくれたのだった。夫は仕事が立て込んでいるそうで、すぐには来られないらしい。だから私に電話をして代わりにすぐ行くように頼んできたのだ。こんな時でも他力本願というか、人任せな人で呆れる。
普通は仕事を中断してでも駆けつけるべきだろう。病室に着くと義母はベッドの上で眠っていた。医師の説明によるとかなり危険な状態だそうだ。私が着いた後すぐに義師も到着した。お母さんが倒れたって本当？はい、今もかなり危険な状態だそうです。私がそう言うと義師はニヤッと笑った。そして義母の前に立ってこんなことを言い出したのだ。これであんたの遺産は私のものね。え？思ったよりも早くて助かったわ。ま、あとは天国でごゆっくり。危篤状態の義母の前でそんなことを言い出す義師。ちょっとお姉さん、本気でそんなことを言ってるんですか？何よ。あんたももしかして遺産を狙ってるの？そんなわけないじゃないですか。どうだかね。あの高弘が実家で同居してるって聞いた時から怪しいと思ってたのよね。あんたたち、あの広い実家を狙ってるんじゃないの？だから違いますって。いい加減あんたも本性出しなよ。メリットもなしに旦那の母親と仲良くすることなんてないでしょ。この人には人間の心はないのだろうか。ま、遺産は私がもらうからね。そう言って去っていく義士。高笑いをしながら義士が病室を後にすると、突然寝たきりの義母が笑顔で起き上がった。私はびっくりして心臓が止まるかと思った。え？お母さん？どうして？やっぱりあの子は私の遺産を狙ってたのね。お母さん、大丈夫なんですか？ええ、ただの熱中症だからね。でも、お医者さんがさっき危険な状態って。実は、事情を話してそういうことにしてもらったのよ。え？親だもの。娘と息子が本当に私のことを心配してくれているのかどうか、なんとなく分かっていたの。それでもちょっとだけ期待をして、本当に私が危篤状態になった時にどういう反応をするのか見てみたかったの。お母さん。さあ、いろいろとやることが山積みよ。みゆきさん、手伝ってくれるかしら？え？義母はそれからすぐに退院し、いろいろと準備を始めた。それは義士や夫に対しての制裁とも言うべきことだ。1ヶ月後、義母は義士一家を呼んで、私と夫も含めてみんなを居間に集めた。みんな集まってくれてありがとう。お母さん、話って何？わざわざ俺たち全員を呼ぶってことは大事な話なんだろ。義士と夫は少しイライラしているようだった。それは義母がただの熱中症ですぐに退院したからだった。義母は私たちに向かって遺産や今後についての話を始めた。この前倒れた時にいろいろとじっくり考えたんだ、遺産の分配などについてね。義母がそう言うと義士と夫は目の色を変えた。それでどっちが多くもらえるの？この家は当然俺がもらうんだよな。前のめりでそんな発言をする二人に私は呆れた。義母はそんな二人を気にせずに話を進めた。この家は売ることにしたわ。え？義母の発言に夫と義士は固まった。ちょっとどういうことだよ。なんで売るの？もったいないよ。売るくらいなら私たちにちょうだいよ。いやいや、もともと俺たちが住んでいた家だ。俺に譲るべきだろ。あんたたちはそうやって自分のことしか考えてないんだね。私が倒れた時やそれ以外の時も、私からどうやって多く遺産をもらうかしか考えてなかったんだろう。全部知ってるんだよ。義母にそう言われて義士と夫は顔を青くしていた。だからあんたたちには渡す遺産がない状態にするよ。え？この家を売り、そのお金と年金で私は老人ホームに入居する。そして私は寿命までそこで暮らして、死ぬ時は資産を全て寄付することにしたよ。そんな、なんでそんなもったいないことを。あんたたちに愛想を尽かしたからに決まってるだろ。そうやって都合よく使われている状態で親が無償で愛し続けられると思ったら大間違いだよ。私はあんたたちと親子の縁を切る。遺産のことは忘れて自分たちだけで生きることを考えなさい。そんな、私遺産を期待して人生設計をしてたのに。膝から崩れ落ちる義士と夫。
だが彼らを見捨てたのは義母だけではない。カナ、俺も君の身勝手さにはついていけない。離婚してくれ。え？ちょっと待ってよ。なんであなたまで私を捨てるの？お母さんが危篤状態だと聞いて喜ぶような女性と一生を添い遂げたいと思うか。子供の教育にも悪いだろ。お前とは離婚して子供は俺が引き取る。あとは弁護士を通して話し合おう。そんな。義士と離婚することに決めた旦那さん。すると私の夫がなぜか話に割って入った。いやいや、お兄さんそれはひどすぎでしょ。こんなどうしようもない姉だけど離婚まではやりすぎじゃない？夫の発言にはどこか義士を嘲笑うような感じがあった。この人は自分の立場を分かっていないようだ。あら、あなたも離婚することになるけど。え？私、あなたと結婚生活を続けるとか無理だから。え？ちょっと待てよ、みゆき。どうしてそんなこと言うんだよ。私が今までの結婚生活でどれだけあなたに幻滅してきたか。今回のことでもう限界を迎えたのよ。私も絶対にあなたと離婚するから。そんな。私はあらかじめまとめていた荷物を持ち、義母にだけ挨拶をして一旦実家に帰った。その後、私は弁護士を通して夫に離婚を要求。裁判まで戦うというと、散々渋っていた夫も離婚に応じた。義士夫婦も同じような流れで離婚が成立したらしい。ちなみに義母と私は未だに連絡を取り合っている。なんと義母は今まで同居生活でとても一生懸命に家事をしてくれて、自分とも仲良くしてくれたお礼にと、私が単身で住むためのマンションを購入してくれたのだ。おかげで私はとても快適な生活を送ることができている。再就職もできたので、これからどんどん貯金も増やせそうだ。義母は高級老人ホームに入居し、お友達もできて優雅な時間を過ごせているらしい。たまに訪問するといつも楽しそうに日々の生活を話してくれる。ちなみに元夫は一人暮らしのアパートを借りたが、家事をする人が誰もいないため、どんどん部屋が汚くなって精神的に参っているらしい。しかも遺産を当てにして散財していたので、貯金も全くないそうだ。そんな状態でバツイチなんて誰も女性は寄ってこないだろう。さらに夫は結婚していた時にかなり怠けて太っていたので、見た目もかなり悪くなっている。このままだと一生独り身だろうし、あんな最低な男は一生独り身でいた方が世の女性は幸せだ。そして元義士については手当たり次第に男に手を出して寄生しようとしたところ、結婚詐欺師に引っかかってしまい、せっかく財産分与で手に入れたお金を全て失ってしまったらしい。だから助けてほしいと私にメールを送ってきたが、無視を続けたら一切連絡は来なくなった。今はどうしているか知らないが、元夫も元義士もまともな人生は送れていないだろう。私はそんな彼らのことは忘れて、これからやりたいことにいろいろ挑戦して人生を充実させていこうと思う。主さんの元夫も元義士も腐った性格をしていますね。優しさイコールやましさがあるという考え方なのでしょうね。素敵な義両親からこのような残念な子供たちが生まれてくるのは不思議です。まあ、最終的に二人が転落していったのでスカッとしました。主さんはこれから自分のために生きて幸せをつかんでくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。